はいどうもナオキングです。今回は国民的人気作品ドラゴンクエストシリーズの中でもこれからドラクエを始めたい人にもおすすめな特に面白い作品を紹介していきたいと思います。なお初心者の人にやりやすい点なども考慮しているので完全に作品に優劣をつけるわけではありませんのでご了承ください。また完全に主観で決めたランキングなんでこの動画の反対の意見や指摘も大歓迎です。それではやっていきます。第5位ドラゴンクエスト6。第5位は意外に思う人もいるかもしれませんがドラクエ6にさせていただきました。ドラクエ6は当時にしては難解なストーリー展開と複雑な職業や熟練度システムの影響やドラクエらしからぬ世界観も相まってあまり人気がありませんでした。ですが今やってみると絶対面白いよなと思ったので今回5位にランクインです。ストーリーは簡単に言うと平和な村ライフコット出身で王国の兵士を志願して奮闘していた主人公がトラブルに巻き込まれ他人に自分が全く見えない聞こえない世界に迷い込んでしまうところから始まります。この設定が個人的にはもう面白くてその原因を探すたびにも夢中になるんじゃないかなと思います。なんといっても杉山浩一氏の作る曲がこの不思議な2つの世界の雰囲気をより高めてくれるので気づいたら数時間ぶっ通しでプレイしちゃうってこともあるんじゃないかなと思います。キャラクターもその道中で出会っていくんですけどとにかく個性的、それでかつただ歩いてる時にでも話すボタンっていうのがあるんですけどそれを押すとそのキャラクターたちは答えてくれます。これがもう本当に良くてこれをやるだけでその世界に入り込めちゃうんですよね。今回ランクインしている作品も話すシステムがあるやつがほとんどってか全部かな多いですね。話すのも大事です。例えば村人がいてその村人がなんかその国の政治のことについて話してることがあったりするんですけどその時に話すボタンを押すとその話に対してのリアクションをキャラクターたちがしてくれます。例えばムキムキのハッサンとか美しいミレイユだけどもその返答に大きな差があるので面白いんじゃないかなと思います。今一番やりやすい機種はスマホですかね。値段も安いしドラクエらしくどこでも起動できてイヤホンで音楽を聴きながらどっぷりと入れるんじゃないかなと思います。イヤホンで音楽聴くの大事ですね。音楽がやっぱりいい作品が多いので音楽をよく聴けるスマホが結構今おすすめなんじゃないかなと思いますね。操作感は結構癖あるんですけどやっぱり結局スマホなのでやっぱりやっていけば皆さん慣れていくんじゃないかなと思うので大丈夫です。第4位ドラゴンクエスト5。これも4位でいいのかと思うくらいには人気作品なんですけど、まあ主観全開で語ってますということで申し訳ないですが解説していきます。この作品は父パパスと2人旅をするところから始まるんですけどまずこの導入から心が温まります。なぜ心が温まるかというとこの作品は親子愛っていうのがもうテーマにもう親子3代で語られる壮大なストーリーなんですよね。まあその導入としてまず主人公が子供の時代で父のパパスがいるっていう感じでまあ1代目のストーリーから始まるんですけどまあ何やら大人の話で忙しそうなパパスがまあ忙しそうなんで子供は構ってくれるのとつまんないじゃないですか。それでまあ外に出て行っちゃうイベントがあるんですけどそこでなんと魔物と遭遇してしまうんですね。で魔物と遭遇しちゃってでお父さんが助けに来てくれるんですけどもうそんな大した怪我もしてないのにもう体力満タンでも怪我はしてないかってホイミ回復呪文ですね。回復呪文のホイミをかけてくれたりするっていう超優しいパパス。まあ旅をしていくとまあそういうパパスが大好きになることは間違いないと思いますね。まあそれこそがこの後のドラマチックな展開にこう拍車をかけるというかまあ盛り上げてしまうんですけどそれ以上語っちゃうとこの作品をね、はい、語るというかやる楽しみがなくなっちゃうんでこの辺にしておきます。はい、やっぱり BGM ですね。この作品はとにかく戦闘の BGM がかっこいい。全シリーズ中でもトップクラスの戦闘 BGM じゃないかなと思うんですけどまあ、ボスに勝てなかったりすると装備整えたりレベル上げたりするじゃないですか。それもやっぱ戦闘が絡んでくるんですよね。お金ないと強い武器も買えないし防具も買えないから結局モンスターと戦わなきゃいけないしレベル上げなきゃいけない時もモンスターと戦わなきゃいけないと。まあでもそういう時に限ってやっぱり戦闘 BGM がいいと何回でもモンスターとむしろもうモンスターと戦うのより戦闘 BGM 聞く方がメインみたいな。もう戦闘 BGM 聞きたいがゆえにもう何回も戦闘してると気づいたらレベルも上がってお金も貯まって結局その強いボスも倒せるっていうのもウィンウィンですね。戦闘 BGM がいい作品はもう当たりしかないんじゃないかなと思いますね。あとこの作品は戦闘を終えた後に仲間になるモンスターってのがいるんですよ。でそれぞれ、まあ、強さとかで確率が設定されてたりするんですよね。まあ、スライムとかはめっちゃ仲間になりやすいけどまあ、キラーマシンとかはめちゃめちゃもう仲間になりにくい。むしろ一番強いんじゃない、強いというか一番仲間になりにくいんじゃないか、みたいな。そういう設定、まあ、ソシャゲで言うとガチャですかね。まあ、パズドラはちょっと古いか。まあ、他のソシャゲでもなんか、一番最高レアがキラーマシンで、もうノーマルにもならないのがスライムみたいな。
そういうガチャが好きな人、ソシャゲのガチャが好きな人とかは、まあコレクションもできるので、このゲーム、まあ5000円ぐらいかければね、無料で遊べるんで、あ、スマホだったら持ったりするのかな。まあ 3DS 版っていうか、まあ DS 版だったら5000円ぐらいかけたらもう無料で遊べちゃうんで、まあこのゲーム、ソシャゲ好きな人にはおすすめですね。節約にもなりますよ。第3位、ドラゴンクエスト4。で、この辺からまあ、ランキング一致してくる人が多いんじゃないでしょうかね。まあ、僕はこの作品がデビュー作でしたと。まあ、つまり、それぐらいドラクエシリーズにどっぷりハマらせる魅力を持ってる作品ってことですね。まあ、ただ、ちょっと有名な作品ではないっていうか、まあ、有名なのは5とか3とか、最新作のドラクエ11とか、まあ、あの辺が有名なんですけど、まあ、僕はなんか友達がこの作品やってて、一緒にやってみようよってことでやり始めて、まあ、どっぷりハマっちゃったと。ちょっとこの作品ストーリーの形式が特殊なんですよね。オムニバス形式って言って、こう、各章ごとに主人公のキャラクターが変わって、まあ最後の章である5章で全員集合して、まあさ、魔をやっつけるぞ、みたいなそういう話なんですけど、だから緑髪の主人公、まあ緑髪の男の子が主人公なんですけど、そいつが出てくるのを期待して第一章をプレイしてたら、なんかピンクの鎧に全身を覆われた、ガチムチのヒゲのおっさんとか出てきて、まあ最初は困惑するでしょうね。ただそのピンクのおっさんのストーリーがもう単純かつ面白いのでやっぱおすすめですね。ドラクエ4そっからハマって、まあ、第2章で3人のパーティーになって、第3章でなんか商売始まって、第4章でおっぱいの大きい姉ちゃん2人が出てきてみたいな、まあ、この作品もやっぱり BGM 良くて、第4章の戦闘 BGM はマジでかっこいい、まあ、ジプシーの踊りって言って、まあ、いろんなオーケストラとかね演奏してる動画が YouTube に上がってると思うんですけどって話そうとしたんですけど、この辺はちょっと長くなるとやめときますね。で、まあ今言ったように各章1,2,3,4章で個性的な仲間たちが登場して、まあ5章で主人公出てきて、まあ4章までの仲間たちと合流するんですけど、全員がついに揃った、さあ行くぞって言ってフィールドに出てみたら、なんと BGM が変わりますと。まあ、この時の鳥肌がもうすごすぎる。導かれし者たちみたいな、ちょ言葉に表せない興奮がもう自分の中に出てくるんで、まあこれ以上やっちゃったね、まあ今言っちゃったんですけど、まあこういう演出がありますよと。こういう演出もあって、もうなんか本当に仲間と一緒に魔王を倒しに行くんだなっていう、そういうストーリーが王道ストーリーが楽しめます。まあおすすめですね。まあ、各キャラクターたちを一貫操作しないことはやっぱショーオムニバス形式なんで絶対ありえないし、キャラクターたちの性格もはっきりするんですけど、まあ、自分が主人公の時ってドラクエ喋んないんですよ。例えば2章の主人公はアリーナっていう女の子なんですけど、そいつが、まあ、喋ることないんですよね。お供の2人、クリプトとブライ、クリプトじゃない、それエペクサね、クリフトとブライ、そいつらが、まあ、話すコマンドでべちゃくちゃ喋るんですけど、別に男が喋ってても面白くないじゃないですかってのは置いといて、まあ、アリーナが喋るところを見たいじゃないですか。でも、まあ、主人公だと喋れないんですよね。で、3章はトルネコ、4章はどっちだっけ、ミニアかマニアか忘れたけど、女の子なんですけど、どっちも主人公は喋れない。でも5章になったら全員が集まって、まあ、本当に喋れない緑髪の主人公がいるんで、そいつが話すコマンドを打つと、もうどのキャラクターも全部主人公に答えてくれる。まあ、そういうキャラクターたちの、なんていうのかな、性格も知れるんで、いいんじゃないですかね。本当にキャラクターも好きな人はおすすめだし、戦闘面もいるらしいし、まあ、メラゾーマとかイオナズンとか有名な島も全部あるし、ギガデインとかね、そういうのも全部あるから絶対おすすめですね。これはもうドラクエにおいてこうスタンダードっていう作品なんじゃないかなと思います。これもスマホで売ってるんで今すぐショップで買ってきたらいいんじゃないかなと。はい、第2位はドラゴンクエスト8ですね。この作品は本当に面白い。だってなんて言ってもドット絵じゃないんですよ。ドット絵ってやっぱりドラクエが初めてやるっていう人にとってちょっと敬遠しちゃう要素の一つであると思うんですよ。ドット絵ってなんか古臭いし面白くなさそうちょっと思っちゃうと思うんですけど、まあドラクエ8はもう初の 3D モデル作品だったらアニメみたいなんですよね。キャラクターもモンスターも。で、もう呪文とかももう 3D でブワーっていくんで大迫力だし、鳥山明先生がキャラクターデザインしてるじゃないですか。で、今の子たちってドラゴンボールのアニメ見るかわかんないけど、ドラゴンボールのアニメってもうめっちゃ人気あったじゃないですか。ってことはドラゴンボールの絵と、ドラゴンボールの絵っていうか鳥山明先生の絵とアニメっぽい 3D モデルの相性ってすごい抜群なんですよ。まあ、何が言いたいかっていうと、とにかくキャラクターが生き生きしてる、表情がついてる、もうそんなの今までのドラクエだと考えられなかったんですよね。まあでもドット絵だからこそ、こう今キャラクター主人公はこういう表情してんのかなとか、
クリフトはこういう表情してるのかな、アリーナはこういう表情してるのかなみたいな想像で補ってた部分があって、それが楽しかったりしたんですけど、まあいざちょっとちゃんと表情ついてみると、もうこれはこれでめちゃめちゃ面白いし、想像しなくていい部分が増えたので、むしろそのエネルギーを他のこの二人の関係性、こっからこいつらこうなるみたいなストーリーの想像とかにね回せることができて、本当に 3D モデルは成功だったなってドラクエにおいて思いますね。まあ、これはプレステ2と 3DS とスマホで出てるんですけど、 3DS はなんとボイスもついてるんで、よりもうキャラクターに命が吹き込まれてますね。やっぱボイスがあるだけで、まあ、ドラクエライバルズっていうのサービス終了した終わってるゲームがあるんですけど、まあ、そのゲームもボイスがあるだけでも大人気でしたね、当時のドラクエ。あのゲームがボイスつけたことでドラクエのボイス化が結構進んだっていう功績があるゲームなんですけど、まあサービス終了しちゃうんですよね、寂しい。その話もまあいつかしましょう。で、 3DS 版はボイスがついてるので、まあ、よりキャラクターが生き生きしてますよと。今からやるなら 3DS 版がいいんじゃないかなと思いますね。僕はスマホ版とプレステ2版やってたんですけど、まあ、どっちもボイスはない、まあボイスなくても僕はめっちゃ面白かった、本当に面白い。じゃなきゃこんな第2位に置いてないです。本当に面白いんで、まあどっちでもいいですけど 3DS 版やるのがいいかな。で、まあプレステ2版とかだと仲間4人しかいないんですよ。 3DS だったらゲルダとかモリーとかちょっと追加されてて、そうじゃなくなっちゃうんですけど、まあ4人だけの仲間ってなんかかっこいいじゃないですか。替えが利かないやつらみたいな、視点の最強の4人、ちょそういう感じが僕中二病だったらすごい大好きなんですよね。ククールは回復役、ヤンガスはパワー、ジェシカはおっぱいで、主人公はバランス役みたいな、本当に役割がはっきりしてたんで、本当になんていうのかな、もう必要、全員が必要な存在っていうことがもう僕にとってはすごい好きでしたね。で、武器もなんか新しく錬金っていうのが出てきて、初心者とかも今だったらインターネットで調べて、序盤でもちょっと強めの武器とかね作っちゃって、まあ、ストーリーで困るみたいな、勝てないからつまんないやめるみたいなこともないですね。まあ僕はもう勝てないの自体も面白かったりするんで、まあ、対人ゲームとかだと悔しいんですけど、ドラクエだったら勝てないことも一つの楽しみなんで、レベル上げしたりね、道具揃えたりするんですけど、まあちょっとそういうのが苦手な人も錬金システムのおかげで結構強い武器店に入りますよって感じで、おすすめですね、初心者にも。やっぱ BGM、 フィールドの BGM がもうハープで美しかった、ハープのババとか歌ったらちょっとやめるんですけど、もうハープの美しい響きあったり、もう戦闘 BGM もこうデグ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 デってもう音階が上がってって、主人公がズームしてってこう始まるんですけど、その演出と音楽がマジで合ってるし、ストーリーの悲壮な感じの BGM もコミカルな BGM も本当にどれとっても作品として最高でしたね。これは音楽、グラフィック、システム、あとキャラクターの個性とかね、これも話すコマンドあるんですけど、全部最高でした。本当に今からやるならドラクエ8マジおすすめかなと思います。第1位ドラゴンクエスト11ですね。最新作が栄えある1位ってのは、これはシリーズものとしては本当に素晴らしいことだなと思いますよね。最新作が一番面白くないとシリーズ続かないですからね、本当に。とりあえず前提として今からは PS4 とスイッチ版のものとして話していきましょう。 3DS 版の人ごめんなさい。まず音源の良さですね、まあ、PS4 版もオーケストラ音源使用してるんですけど、スイッチ版はなんとフルオーケストラ、なんていうのかな、本物のオーケストラの音。プレステ4版は打ち込みっていうか、なんていうのかな、一つ機械的なオーケストラの音なんですけど、やっぱフルオーケストラの音と臨場感とか全然違いますね。なんか人間が吹いてるって感じ、人間が吹いてる奏でてるって感じして、すっごいもかっこいいです。まあ、ただ、曲はほとんど使い回しなんですよね。まあ、もちろん、ドラクエ11独自の BGM もあるんですけど、まあ、それに加えてね、過去作の名 BGM を持ってきてるんですよ。で、今、使い回しって言ったんですけど、それって別に、まあ、僕はいいことなんじゃないかなって思ってます。なぜかっていうと、やっぱ各シリーズの名曲を使ってるんで、まあ、名曲って言われるからね、やっぱその曲はいい曲ってことなんですよ。で、そのいい曲が、使われてるってことは、その BGM がいいってことなんで、使い回しというよりはもう、なんていうのかな、むしろ選抜オーケストラ、違う、選抜 BGM 特集みたいな感じで僕は楽しんでましたね。うわ、ここでこの BGM かよ、マジか、最高じゃん、激アツとか思ってたりするのが僕の楽しみ方でした。
で、やっぱそれに加えて当然映像もね、歴代シリーズなんてぶっちぎりにいいわけじゃないですか。だってもうプレステ4ですよ、当時一番最初に良かったやつ。まあ今スイッチ出てますけど、まあ結局画質はプレステ4の方がいいわけじゃないですか。もうプレステ4でマルティナとか見た時にもう感動しましたね。まあマルティナだけじゃないけど、まあ主人公がね、イベントシーンで馬に乗って豪雨の中走ったりするわけじゃないですか。で、滝から飛び降りたりするわけじゃないですか、神と。もうそのシーンとかも大迫力。これドラクエってもう僕何回も思いました。ストーリーも面白いし、キャラクターも個性的だし、まあ、システムももう、なんていうのかな。全然、使いづらいものが一個もなかった。本当に最新作としてふさわしい作品なんじゃないかなって思いましたね。まあ、キャラクターも性格的にはもう、ああ、この見た目ってことはこういうキャラかなって思ったら、案の定そういうキャラだったりして、なんていうかな、キャラクターとしてはもう、使い古されてる、ありきたりなキャラなんですけど、逆にそれがいいみたいな。まあ、この辺はまあ、おっさんゲーマーの感想って感じで、よろしくお願いしますね。まあ、最近のギラギラしてるゲームとか、そういうのに少し飽きてきてる人は、ドラクエやると、こういうのんびりしたセリフとか、セリフ回しとか、親しみやすいモンスターのデザインとか、あと美しい音楽ですね。最近のゲームはこう、ギラギラした音楽多いんですけど、こっちはもう心が穏やかになる音楽が、すんごい多いんで、やっぱそういう心を奪われる要素がめちゃくちゃ多いのがこのドラクエっていうシリーズです。まあ、なので皆さんもぜひ、はい、ドラゴンクエストシリーズやってみるといいんじゃないかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。